ウラディミル・ホーゲル1984年6月19日はスイスの作曲家。ドイツ人の父とロシア人の母との間にロシアのモスクワで生まれた。若い頃はモスクワでアレクサンドル・スクリアービンの文化生として学んだ。その後、父の祖国のドイツに移住した。1918年から1924年までベルリンで ハインツティーセント、フェルッチョブゾーニに支持し、1929年から1933年まで、クリント・ボルト・シャル・ベンカ音楽院で教壇に立った。表現主義者、ヘルバルト・バルデンのサークルに、ジョージアン・タイル、ハンス・アイスラー、フィリップ・ヤルナッハ、クルトバイルと共に参加した。1933年に、ナチスにより、大敗音楽とのレッテルを貼られたため、ドイツを去り、 ストラスブール、ブリュッセル、パリ、ロンドンを転々とした。この間、1937年のバイオリン競争曲で初めて12音音楽を採用した。1939年よりスイスに移住し、最初はアスコナで1964年からチューリッヒで生活した。弟子にはエイリック・ベリマン、エノ・ユハニラウタバーラ、ロルフ・リーバーマンなどがいる。作品には、 公共曲、管弦楽のための商品、弦楽合奏曲、管楽アンサンブル、チェロ競奏曲、バイオリン競奏曲、合唱曲、オラトリオなどがある。ありがとうございます。